また、治療は、神奈川県出身の配管校であり、TBS、サスケの有力選手である。サスケ新世代の一人としても数えられる。既婚者、身長162センチメートル、体重57キログラム。小学生の時に、サスケを主張しその魅力にのめり込み、卒業文集にも将来の夢を、サスケ完全制覇と記すほどのサスケファンであり。 中学生時代も部活に所属せず、日々サスケ出場に向けたトレーニングに取り組む日々を過ごしていた。それゆえに、またちにつけられたあだ名は、サスケバカであった。勉強があまり得意ではなかったか、ことから高校には進学せず、中学卒業後は、両親の紹介で、塗装工会社に就職し、周りが高校に進学している中で黙々と仕事をこなし、貯めた資金で、 自動車学校に通い、16歳の時点で原付きの免許を、18歳の時点で普通自動車免許も取得した。仕事が中心の生活の中で徐々にサスケへの情熱は薄れていったが、お台場のマッスルパークで現在のサスケ新世代のメンバーと出会い、切磋琢磨することで、再び情熱を取り戻しサスケ出場を志すこととなった。サスケ21回大会では、 予選会を3位で突破し、念願の初出場を果たす。それ以降は、予選会で落選し、25回大会と26回大会では、出場権を獲得するもいずれもファーストオリタイアだった。27回大会でついにファーストを突破。その勢いのままセカンドもクリアし、当時クリア者がいなかった第4期サードを初見でクリア。ファイナルでは残り約2メートルで、タイムアップとなるも、 一躍注目選手に踊り出た。28回大会、29回大会では、水泳が苦手ということもあり、セカンドで2大会連続リタイア。30回大会前には、排気胸を患い緊急入院し、退院後の短い準備期間での出場となったが、ファーストでは33.9秒残しという最速2位のタイムでクリア。 続くセカンドも苦手であった水泳を克服しクリア、続くサードもクリアし再び、ファイナリストとなったが、スパイダークライムでの滑りや、ロープがうまく手繰り寄せられなかった場面で、タイムロスし、またしても完全制覇とはならなかった。しかし初の大会最優秀成績者となり、挑戦後のインタビューでは、入院期間中に、気持ちや気持ち、と激励していた朝和馬に、感謝の言葉を語った。 31回大会では、前回の成績を踏まえた上で自身初の絶景に100をつけて挑んだが、この大会から導入されたタックルで脚力を大幅に消耗してしまい、反り立つ壁を登ることができずタイムアップ。この大会以降は前日のタックルと反り立つ壁の影響によるタイムアップやケアレスミスによる落水が、相次ぎ5大会連続ファーストリタイヤと低迷が、 続いたが36回大会で4年ぶりのファースト突破。その勢いで苦手と思われていたセカンドも順調に突破したが続くサードのバーティカルリミットの3本目中盤で落下し自身初のサードリタイアとなった。挑戦後のインタビューでは4年間ずっと結果が出なくてもうやめた方が良いんじゃないかと思うこともありました。出たくても出られない人もいますし、と、 スランプ時の葛藤をとろしつつも、久々の完全燃焼から、やっぱり悔しいですけど、納得いく結果にはなったと思いますと語っていた。第37回、大会前回同様ファーストステージ前半を、ハイペースでクリアするも、フィッシュボーンで、侵入のタイミングを、誤りに3歩目部分の足場を踏み外して落下。第38回大会前回リタイアした。 フィッシュボーンを危なげなく突破し、ファーストステージをクリア。セカンドステージでは、新エリアのローリングログに体力を奪われ、サーモンラターのボリで落水した。ありがとうございます。